和光でございます。今日は2024年の9月の13日金曜日でございます。13日の金曜日でございます。えー、今日はですね、またサウジアラビアから見ですね、一つ動画を作成いたしました。っていうのはですね、今年の4月に公開した動画で、えっと、サウジアラビアで開催されるダカールラリーに みんなで観戦に行こうっていうですね、ツアーを企画中ですっていう風な動画を作成いたしました。これ聞いただけでは何ですかそれみたいな。まあ、わからないかと思いますので、順を追って説明いたします。えっ、ー、とですね、まずはそのダカールラリーって何っていうことなんですけど、過去には パリからダカールまで、ラリーとかあの、ラリーカーとかですね、バイクとかでブワーッとこう、あの砂漠を2週間かけて走るみたいな、まあそういう、あの、ラリーがありました。で、現在は形を変えて、あの、サウジアラビアの砂漠で行われております。そこから世界中からですね、もう車とかバイクをがわーと集まってきまして、それでどう、過酷なレースをやるっていう砂漠をですね、ブワーッとあの爆走するっていうふうな、 まあそういうレースになっております。だからパリダカールラリーっていうのはなくなっちゃったんですけども、形を変えて今も続いているっていうのが、あのー、実情でございます。それでですね、私は、あのー、まあ後で説明しますけど、いろいろご縁がありましてですね、その、えー、毎年行われる、そのサウジアラビアで行われる、えー、ラリーをツアーとして、 パッケージしてみんなで観戦に行く。日本のメーカーの応援に行くっていう風な、それを、あの、やるための、えー、ツアーっていうのを企画しまして、今回は、あのー、私がですね、実は今ドバイに、あの、年間何回もちょっと行ってるんですけども、で、ドバイにある、その、えー、 いろんな事業を展開されている社長さんがいるんですけども、その社長さんとはもう2019年、あ2017年ぐらいからあのお付き合いがありまして、ずっとあのドバイで何回も行っては、その社長さんとまあ仲良くさせていただいているんですけども、で、その社長さんがおりまして、そして日本のとある自動車メーカーの方、そしてその自動車メーカー、 が提供している、そのダカールラリーの、あの、実際に走るチームのですね、あの、社長さん。っていう、その、日本では、その、日本人としてはその4人。そして、そのドバイの社長さんがですね、あの、実は今、サウジアラビアがですね、あの、インバウンド、今、どん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 観光客をいっぱい、サウジアラビアに来てください、というふうにですね、やってるんですよ。 で、その、えー、サウジアラビアの政府観光局の方っていうことで、まあ、ちょっとまあ、大きなプロジェクトって言ったら変ですけども、まあ、そういうふうな形でですね、なんとかダカールラリーを、あのー、観戦しようっていうツアーをですね、まあ、企画するために、4月1日に私動画をアップしまして、2024年の4月1日に動画をアップしまして、で、もしそれに行きたいよっていう人がいたら、 えっと、時間とお金の準備をしといてくださいね、っていうことを、あの、申し上げました。で、結局ですね、結論から申し上げますと、1年見送ることにいたしました。開催をですね。えっ、ー、と、どえっ、ー、と、っていうことは、あの、1回目の、その、観戦ツアーの開催は、2026年の、えー、ダカールラリーの、 え、感染ツアーっていうふうに、え、変更することにいたしました。えっ、ー、とですね、理由はいろいろあるんですけども、あのー、えっ、ー、と、まずですね、その、そのダカールラリーにはですね、こう結構、そのレース関係者じゃないとわからない情報、例えば、うんと、 当日どこのコースを走るんだみたいなこととか、最寄りの街はどこなんだとかっていう情報はですね、あの、公表されないんですよ。そしてそのレースに参加する人が全て平等公正であるためにっていうことでそういうふうな措置を取られております。なので、その、こう、実際当日とか、あの、会期が近くならないといろんなことがわからない っていうことがありましてなのでまずはそのそういう状態でその1回目の開催をですねそのぶつけ本番でやるっていうのはちょっとリスキーだなっていうふうに思ったんですよ。であの私ももちろん経験してませんしそのつないでくれたそのドバイの社長さんもあの経験してないのでそんな中でその。 企画を組んでいくのは、やっぱちょっと難しいなっていうのが、まあ、実際です。っていうことで、え来年の1月、2025年の1月の、その、ラリーには、私とその、ドバイの社長が、まずは下見じゃないんですけど、まずはその、実際に自分たちで体験しないと、やっぱりそれをいきなり、 そのビジネスにするのは難しいなっていうことで、あの、まず私たちが体験してくることにしました。で、その上で体験してきたことをもとに、それを叩き台にして、あの、ツアーに、えー、こう、昇華させたいなっていうふうに、えー、思った次第でございます。それでですね、あの、今までその、まあ、私とそのドバニ社長と、その、実際に走るチームの社長さんとですね、 で、あの、ミーティング、ズームでミーティングやったりとかですね、やってきたんですけども、やはり、その、まあ、実際に走る社長さんもですね、まあ、私もその方がいいと思いますっていうことで、あの、そういうふうなあのお答えだったので、あの、まあ、そういうことに決定いたしました。なので、えっ、ー、と、ちょっと1年順延しまして、えっ、ー、と、2026年の1月からの、えー、 感染ツアー開催が実現できるように、2025年をそのために奔走していこうと思っておりますので、えー、本当はですね、2025年のツアー、あの、ツアー、感染ツアーに、俺ちょっと行こうと思ってたんだけどなっていう方には本当に申し訳ないんですけれども、1年、ちょっと、あの、もう1年待っていただいてですね、えー、いただければと思います。その代わり、 えー、その1年間、時間をいただきましたのであの、で、実際に自分が体験してのところでのこうツアーを組んでいくことになりますのであの、より良いものができるんじゃないかなというふうに自負しております。えー、それでですね、あの、なんで、そもそもなんでこの,そのツアーをやろうかという話になったかっていうとですね、 実はあの私は本業はジュエリーデザイナーとなんですよ。で妻と妻がもう30年ぐらいジュエリーデザインをしてまして今は妻と2人でちっちゃな会社を日本でやっております。本業ジュエリーの本業とは関係なくドバイに行った時にそのあのそのそ社長さんとはですねまあ、昔からのお付き合いがありますので,でその あの、社長さんのおかげでですね、えー、私どもは現在、あの、ドバイにあります、中東で最大級って言われている、すんげえ大きなジュエリーショップあるんですよ。で、そのジュエリーショップの中に、えっ、ー、と、えー、各、各国のいろんな国のそのデザイナーさんが、あの、デザインしてジュエリーになったものが、そのコーナーコーナー、ちっちゃいコーナーコーナーになって、えっ、ー、と、展示するスペースが、 あるんですけども、で、そこで実際販売するんですけど、え日本人としては初めてで、私たちがそこの、このジューリーショップで、えー、展示販売をさせていただけたっていうですね。まあ、今、そういうことが起きております。で、その、まあ、それはそのドバイの社長さんのおかげで、そういうふうなことが実現したんですけれども、そして、その、 え、社長さんがおります。で、その社長さんはドバイで旅行会社とか不動産とか投資信託とかですね、いろんな、あの、会社を持ってまして、それで、えー、ドバイで、その、何て言うかな、まあ、ドバイで展開している日本人社長っていうのでですね、もう名物みたいになっちゃっても、結構すごいんですよ。もう、かれこれドバイに今もう20年ぐらい、まだ、あの、 そんなブルジュ・ハリバーとか、ああいうのができる前のドバイからもうすでにそこからもう移住して、もうすぐ20年移住されてから経つんですけども、そうやってドバイでずっとビジネスを展開されてきた社長さんがおりまして、そこと私は、あの、その社長と私は、こう、まあ自分で言うのもなんですけども、まあ太いパイプと言いますか、まあたまにちょっとこう、あの、 電話で、こう、ヨタ話したりとかして、ははーってこう笑ったりするような中です。そして、その、それとはまた別に、まあ、とあるその、あとある筋で、えとある企業さんの、あの、自動車メーカーの,あの方と、 あの、知り合いになりまして、そこはまたその方ともずっとこう仲良くさせていただいてるんですけども、そしてその自動車会社が車両を提供して、その実際にレースで走る、そのチームの会社がありまして、そこに車両を提供していて、そこの社長さんを紹介していただいたんです。っていうことがありまして、その、えー、 チームの社長さん、ドバイの社長さん、そして私っていうことで、で、そしてそのえ、ドバイの社長さんは、また別件でですね、いろんな案件で、そのサイゼ、サージアラビアにの政府観光局の方と、あのー、こう、パイプを持ってるんですよ。なので、よし、じゃあこれを、あのー、もうみんなでプロジェクトにしてツアーに、あの、観戦ツアーにしちゃおうっていう、まあそういうので、 あの、始まった話なんですね、これは。ただ実際には、その、まあ、私たちが、その、なんていうかな、ツアーの企画をして、で、それにあたって、そのドバイの会社とか、あの、旅行会社を持ってますから、ドバイの旅行会社とその、チームの、あの、とかが、きちんとその契約を結ぶまでは、やはりちょっとその名前を出すのは、ちょっと、 ダメだなーっていうことで、今はちょっと控えさせていただきます。で、契約が済んだ時点で、もう名前公表してもいいよってなった時点で、あの、どこの企業を応援しに行くのか、どこのチームの方なのかっていうのをですね、あの、公開させていただきます。ということで、まあ、そういう流れになりました。で、その4月にアップした動画にも、でも申し上げたんですけども、 あのサウジアラビアはもともとすごい厳格なイスラム教の国でしてもう戒律とかですねもう規制がすごい厳しかったんですよところが2019年からですねその規制が緩和されましてそれまではその一般の観光客は入れなかったんですよところがですね2019年からその一般の観光客にもビザを出しますよっていう形になりまして それで一般の方が、うんと、普通の旅行っていう形でサウジアラビアに入れるようになりました。まあそういうふうにですね。で、それでその規制緩和があったので、サウジアラビアは今、その、どん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 インバウンドでいっぱいその世界中の人がもう、あの、サウジアラビアに遊びに来てくださいねっていうふうな、あの、そういう流れになっています。それでその影響を受けまして、えっ、ー、と、 今年だったかな今年の春先だったと思うんですけども、世界で初めてのドラゴンボールのテーマパークがサウジアラビアに超巨大なテーマパークがこれから作りますよっていうことをドバイ政府、あドバイじゃねえ、サウジアラビア政府が発表したっていうのがニュースになってました。あのー、日本のアニメで特にドラゴンボール Z とかは前の動画でも言いましたけども、 あの、すごい人気なんですよ。で、本当はそのドラゴンボールのテーマパークも日本でやればいいのになと思うんですけど、まあサウジアラビアに酒をされちゃったっていう、まあそういう感じですね。まあそういうのができるそうです。なんか巨大なシ論像とかですね、なんかいろんな感じで、で、そのもう広大な敷地の中に、 ホテルとかが建って、もう何日もかけでもあるみたいな、まあそんな内容になるみたいです。まあ完成を楽しみにしたいなと思います。まあそんなこんなのがありまして、ちょっと話が、あのー、横道それましたけども、まあサウジアラビアは今そんな状況です。そこに、うん、とこのダカールラリーっていうのは、その、国を挙げたプロジェクトなんですよ。なので、その、 サウジアラビアの政府観光局もそこに絡んでいるので、そこと強いパイプを持っているドバイのその社長さんは強いんですよ。それがあったので、今回のこの、えー、日本からサウジアラビアに、えー、行くぞっていう風なツアーが実現するっていうことでございます。ただ、あ実際の、まあ、実施は2026年の1月からになると思います。 で一応来年2025年には実際にそのツアーを組んでで前の動画でも申し上げましたけどもこのこれは1つのもう旅行商品として、えー、パッケージするので普通のあの大手の旅行代理店さんでもあのツアーの取り扱いをしていただけるようにこちらの方で頑張ってまいりますので。えー もちろんインターネットからの申し込みもできるけれども、街の,あの駅前とかにあるようなその旅行代理店からもえツアーに申し込めるように、えー、頑張って手配しますので、えー、今後の動向をですね、まあ見ていただければと思います。で、何か動きがあって、その動画として公開してもいいぐらいのボリュームになりましたら、また折々でこんな感じで、えー、動画を作ってまいりますので、えー、よろしくお願いいたします。 ということでありがとうございました失礼します <music>